2018夏が行われ、7月25日から30日まで秦野市周辺の海や山で各催しが行われました。最終日30日の模様をご覧ください。保養プロジェクト2018夏は、福島県南相馬市の子どもたちと秦野市の子どもたちが交流するイベントで、今年で4回目を迎えました。プロジェクト最終日は秦野市の滝沢園キャンプ場で行われ、子どもたちが元気に川で遊ぶ姿が見られました。今回南相馬から秦野にやってきた小学生は全員で22名。交通費や宿泊費などはすべて個人や企業によるチャリティーで賄われました。もともとですね、私2011年5月から特に宮城県南三陸町でボランティアを、やってきたわけなんですけども、そういった中で秦野市で29家族の受け入れ、実家が被災した学生のアルバイト雇用、そういったことをしてきている中でですね、東日本大震災があって大変だけど何かしたい、でもできない、では呼んでしまうということで、今では北は北海道から南は沖縄県の方からいろいろご協賛をいただいて、でそれで招待しているということですね、はい。川でたくさん遊んだ後はお昼の時間、みんなで協力してバーベキューを楽しみました。お昼の後には宝探しゲームも行われました。これは番号の書かれた紙が入ったプラスチックケースを見つけ出し、後に景品をもらえるというものです。特徴は遊園地のペアチケットでした。またこの日は福島県を拠点に活動するシンガーソングライターエイブさんが特別ゲストとして登場。歌がメッセージとして子どもたちに届いているようでした。途中会話で場を和ませながら福島についての